だからちょっとこれでどこのチームが行くか、この今の5月までのパ・リーグ、セ・リーグ、ちょっとお互いに出し合いましょうか。そうですね。広沢くんっていうイースタンが2軍でなんか集団者取って、でやっぱ役者をやってたんですごい仲良くなって、その広沢くんが、いや女あの羨ましいって僕は言った、みんな役者やってるんですよ、でも俺スポーツ選手が羨ましい、そのじゃあ3割5分打てば絶対認められるし、ホームラン40本打てば一流だって言われるし、もうその芝居はやっぱりあの人それぞれの見方がある、あるっていう話をした時に、その広沢君が、ジョーさん同じですと、監督の好みなんだとやっぱありますか、そう好き嫌いはやっぱあると思います。あ、ね、そのポジションも多分あるだろうし、ね、監督になるとやっぱ若手を育てたいっていうのが、ね、自分のチームをやっぱ育てたいっていうのがあるんで、起用法がやっぱいろいろ変わってくると思いますし、で毎年同じだったらダメなんですよ、野球って同じことやったらダメなんですよ。なるほどね。変えていかないと強くなっていかないんで、いやまあでもあの話変わりますけど、今5月ですよ、これちょっと収録してですね、多分これあの流れるのは9月になりますね、はいはい、今やっぱり広島がね、ね、今いい感じで9月見てる、だからちょっとこれで、どこのチームが行くか、この今の5月までのパ・リーグ、セ・リーグ、ちょっとお互いに、出し合いましょうか。そうですね。DeNA 来ると思ったんで、僕もね。そうなんです。いや僕は4位に入れてるんですよ。あ、そういう評価高くて。いやいや。僕もねっていう割に。いやだけど、まず僕は、まあ、評論で、まあ一応そう1位から6位やるじゃないですか。それまず1番が広島やったんですよ。まあそうなんですね。ね、まあ、ジャイアンツ、阪神。DeNA、ヤクルト、中日やったんですよ。まあ、ちょっとそうだね、ヤクルト、中日、まあ、開幕前はね、ね、だけどやっぱジャイアンツがポーンって出たんで、いやこれちょっと間違ったなと思いましたね。でも広島も最初ね、バタバタ、はいはい、バタバタしてたんで、丸の抜けた穴大きいなと思ったけど、あんなに盛り返すと思わなくて、ね、一気にね、来ると思わなかったから。ただ今5月の段階ですからね、分かんないですよ、まだ6月、7月、8月、DeNA もね、すごい連敗で。いやでも DeNA は底力があるんで、まあね、でヤクルトもあんねて、まあ、ピッチャーが弱いから、打つ方はもう完璧じゃないですか。そうそう、ね、ピッチャーさえ良ければね。そう、10連敗ね、だから。今のとこ ね、こうなりましたね、ちょっとちょっと離れてね、で交流戦がね、この後あるんで、交流戦でぐちゃぐちゃになってここで決まるんですよ、ね、意外にジャイアンツ原さん、はい、ちょっと得意かもしれないけど、はい、いやパ・リーグとセ・リーグって言ったらやっぱパ・リーグの方がやっぱ強く感じるんですよね。いや違って打つのはもうだって、またピッチャーもそれで鍛えられてるんで、ピッチャーもいいんですよ、ね、はい、鍛えられちゃうじゃないですか、はい、そんなもうまんべんなく、はい、あのピッチャーが打ってないから、そう、この差がねすごいと思うんですよ。じゃあちょっと6位からいきますか。6位からいやいや一応やっぱ上から行くよりは上から行っちゃう、いや下からでもいいです、下からね、はい、まあ6位は中日だな、セ・リーグどうですか。僕はね、まあ、予想は中日なんで、ね、今のところヤクルトじゃないかな、ね、ヤクルトね、故障結構、まあ、戻ってきましたけど、ピッチャーがやっぱり、そうなんですね、ピッチャーがちょっと少ないかなって、抑えもやっぱりいなくなったっていう、石山がね、そうだちょい痛いんですよね、やっぱ接戦のゲームで、やっぱ抑えがいないと、打たれる可能性があるんですよ。
いや、それはそうですよ、それはそうですよ、今のジャイアンツが如実にそうですよ。そうそうそうなんですよ。だからここがすごいやっぱ大事なんで、一番ちょっと今きついかなって。確かに、まあ、僕たちは5位ヤクルトですね、はい、中日ですよでパリーグちょっと行ってますか、はい、パリーグ難しいなあ。いや、まあ、ソフトバンクはまあ一番で、そうね、まあ、じゃあ楽天がね、上から行きましょう、うん、楽天がちょっとダークホースじゃないですか。楽天はね、僕は全然なかったんですよ。あ、ちょっと、ね、一番下だったんですよ、それもちょっとそれもショックで、ちょっと今ね、はあ、今すごい順位上げてきてるんで勢いありますよね、すごいね。ピッチャーもまあまあ、はい、いいね、まあ、あの全体的にすごいいいですよ。ですよね、はい、じゃあ僕ちょっと大穴の楽天行ってみますか。1位楽天、1位楽天、僕はソフトバンク、ソフトバンク普通です、かけてないんですけど何もないんですけど、そんな偉そうに言うことでもない、じゃあ2位がパリーグ、2位何セーブですね、やっぱりセーブですか。はい、うん、今ちょっと、まあ、僕はソフトバンクですよ、うん、2位ソフトバンク、うん、3位が僕セーブ、あ、楽天、はい、4位からが難しいですね、意外にね。そうですよね、4、5、6がね、意外に3つはね、もう一緒ぐらいですもんね。じゃあ日ハム行っときましょう、僕4位、そうですね、栗山さんなんでね。だけど僕はオリックスだったんで、あ、オリックスしておきますか、はい、4位に、今4位、うん、4位に入ってほしいですね。ですね、希望として、はい、今はちょっとね、かなり低迷してます。じゃあ僕5位ロッテ、はい、ちょっと申し訳ないですけど、はい、6位オリックス、はい、だってピッチャー1人だけいいけど、そうですね、あんまり、いや、やっぱね、切り替えの年だったん で、ね、今若手がこれからやっぱ育つっていうことで、うん、まあ、3年後ぐらいはやっぱ良くなってるかな、ね、と思うんですけど、でうまくいって5位とかね、うん、はいはい、じゃあ何ですか、あの4位は、4位がオリックス、4位は、オリックスで、5位が日ハム、6位がロッテ、ロッテですね。あ、そういうことですよ、ね、はい、じゃあセ・リーグいよいよいってみますか、今最下位から上は行きましたけど4位ですよ、4位上から行きますいや 下から上がってってんのに下から行きます、ヤクルトでしょ、下が僕は、中日ヤクルトと来てますよ、はい、DeNA ですね、うん、ちょっとね勢いとして、うん、もう僕2位ぐらいだったんですけどね。で3位がタイガース、あー3位は、あ、いよいよ運も阪神で、ね、まあ、予想してるんで2位ね、まあ僕は希望としてやっぱ1位ジャイアンツにしておきましょう、はい、2位がカープで、はい、もちろんそのつもりではありますけど僕の、いや、春先の予想が広島から行ったから、いやいや、今の段階では今はやっぱジャイアンツが行ってほしいですよ、1位、うん、2位カープ、うん、あ、じゃあこれ見てる人はね、うん、9月ですから、9月何言ってやがるんですか、決まってますだ、まあ、大体ね、ある程度の、ある程度、ね、接戦にはなって、いや今年はね、混戦だったら面白いですよ、そうそう、今年は多分面白いですよ、なると思いますよ、はい、混戦、うん、まだ分からないです、分かんないですよね、はい、やっぱ交流戦でボーンって勝ち出したら、うん、去年ヤクルトがすごい勝ったんで一気に来ましたからね、それはあるんで、うん、今年も分からないですよ、やっぱ、いや、ちょっとじゃあ9月の時にどう思うかは ね、うん、ね、見てる人が何言ってんだよみたいなのか全然違ったりしてる DNA とかが上がってきちゃって、ねね、まあだけどジャイアンツは優勝してほしいです。いやいや本当に今年はね、はい、やっぱ優勝してほしいですね、うん、いや本当に今日谷さんなんか初トーク番組は僕で、ね、ちょっといやもう楽しかったです。あ、嬉しい嬉しい、はい、嬉しい、お嬢さんと一緒にできて、大体でもよく食事行っても話尽きないですからね。そうですね、まあ、もうずっとね、9割5分は野球の話、野球で半分ぐらいがジャイアンツウェーブの話ですねどうやったら強くなるかみたいな。今日はでもまんべんなく意識的に、ね、いろんなねできたんで僕もちょっと楽しかったです、はいはい、よかったですじゃあどうもありがとうございました、ありがとうございました、どうもありがとうございます。厳しい声も逆にあの愛がなきゃいけないと思って厳しい声を、ね、言ってくれて、うん、それでちょっとねごめんねっていうのも素直に言えましたし、そうだよね。
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133